はい、プレイしていきたいと思います。サブナティカ、前回ね、この何でしたっけ、海に来てます。でアップグレードモジュール前回回収できましたんで、シーモスの一番下見てもらったら分かるんですけど、1個だけアップグレードモジュールを装備しています。でね、ちょっと待って、 300m まで潜れるようになりました。ちょっとこれを回収したいんですよ、私は。怖いから一回これ回復しといて、あいつに見つかる可能性があるけど気にせずにこれを回収する。来た、乗れ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 、よし乗った、ウォッホー、ヒーセーフセーフ。アップグレードモジュール多分コンソールもう一個ぐらいこの近くにあると思うんですよ。なんでリスクは高いけど、多分リスク高い分あると思うんで、シーモスのアップグレードはね、絶対あった、絶対あれだわ。でもあそこやばくね、あれはまずいでしょ、あれはまずいでしょ。アップグレードしたいんですよ、シーモスは絶対に。なんでもう石でも、うーわ、こっち来んな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 、よし来た、どこ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 、あった、お願い当たってて、これだよ、これ、これだよ、切った、切った、超いっぱい出てきた。ソーラーチャージャーアンロック、ストアモジュール、あおい、読めねえ、読めねえ。ストアモジュールってあれだね、ストアできそうだね。あ、何あれ、あいつオーロラ号の主って言ってたやつじゃね。とりあえずシーモスアップグレードできるようになりました。あっちもいるや、いっぱいいるね、こっち。わっ、ちょっと危ねえ。よし、一旦帰ろう。撤退。撤退。B1 に撤退。もうね、とりあえず帰る。何が何でも帰る。これで強化しよう、シーモスを。4つまで乗っけられるか、何か。4つまで乗っければ結構な、結構な改造、改造つか強化になるから。とりあえずそこ貼ってこうか。なんかあるかもしれないからね。クォーツぐらいかな、拾ってもいいの。クォーツと、核燃料ぐらいは拾ってもいいかもしれないね。あとはまあその他もろもろの普通じゃない鉱石がありましたら。いやー、よかったな。あとはサイクロプスだけどね、サイクロプス意外とサクッと見つかっちゃわないかな、見つかっちゃわないか。でっけでっけでっけ、ぶつかったー。B1 意外と遠いな。うわ、びっくり。そして水中って何もないんだね、本当に。おお、でっけえ。あいつ倒してえな。武器とかねえかな。シーモスに武器装備したいよね。ジオロジカルフォーメーション。深いんだよな。深いんだよな。線線って距離もやばそうだし。待って、これ何、あれか、卵か。お、帰ってきました、ついに、ついに帰ってきましたよ。これでシーモスが、俺のシーモスが、Welcome aboard, Captain. ついに強化です。いやー、よかったよかった、これだ。コンピュータチップかけ2だって終わったな。シルバー不足が出てくるわ、これ。レイのシルバー不足が出てくるわ、いつものように。つかさ、実はサイクロプスできたりしね、できるわけねえか、できるわけねえんだわ。ほら、で
できるわけねえんだよ。だってサイクロプス俺今あと2個か1個かだもん。こっちで一番上に出てたもんサイクロプスって。ほらあと1個だよ。チップ作ろう。シルバーオレクオーツテーブルサンプル、シルバーオレクオーツ、よし、カモンカモン、チップチップチップ、いいね。ただ問題はだな、作ったとしてもその後にさらにまたあれがチップが必要になってくると思うんだよね。間違いなく漏れなくチップが必要になってくると思うんだよね。それが悔しい。多分俺の予想こちら辺につくんじゃないの。あ、違うのか。あ、こっちか。はい、違う。あ、じゃあこっち、どこ。あ、ここだ。ここはどこ。あ、壁、まさかの壁。え、マジで。じゃあこっちの壁もいけんのかな。どこだっけ、これだっけ、これだっけ。一番左だったね。あ、ほら、着くじゃん。なんだ、ちょっと待ってね。ってことはキャンセルしまして、シモスノルデ、Welcome aboard, Captain. 一回潜って、うわ、離れで、離れろよ。もういい？もう入れる？来た。で、ここに出る。出るので、どっかそこらへん、そこ。何それ、かっこ、ああ。何それ、かっこいいって言おうとしたのにさ。かっけー。ユーズファブリケーター。はあ。トープドス。はあ、武器だ。武器だ。これはミサイルでしょ。え、こっちは何なの、そしたら。あ、色変えれるの？すげえじゃん、シーモス。名前も変えれちゃう感じ？もしかして。あ、ダメダメダメ、名前が変えないから。ストライプ。わーお。ダッセー。直させてよ。ちょっと。リセットしたーい。あ、やべ。俺これでいいわ。俺これでいいわ。これは目立つだろ。じゃなくて、プレッシャー。ほら、コンピュータチップやっぱ必要やん。リサイクルヒートバイプロダクト。これはバッテリー。とりあえず説明読んでいきましょうか。上がプレッシャーなんで、あの圧力ですね。深くまで潜れるようになるよっていうの。で、これが、リサイクルヒートバイプロデュースとミニマイズパワー。これはバッテリーの消費が減るんだろうね。効率よくなるんだと思います。で、ソーラーチャージャー、これは逆にチャージできるんだね。サンライト、明るい時にチャージできるようになります。で、ストレージモジュール、4×4 のストレージがつきますと。で、シーモスプリメーターディフェンスシステムだって。ジェネレートローカライズドエレクトリックフィールドデザイントゥワードオフアグレッシブファウナ。これは、あれですね。敵に対しての防御だね、多分。電気流してどうにかするんだと思う。で、これが、トーペドシステム。あ、スタンダード、アンダーウォーターペイロード、デリバリーシステム、アダプテッドトゥファイア、トーペドス。まあ、魚雷のことだと思う、多分。多分ね。で、シーモスソナー、デリケーテッドシステムフォーデリケーティング&ディスプレイング。コーション。
Mild dehydration トパグラフィカルデータオンダハド。なんで、なんだ、トパグラフィカルっていうのがわかんないんだよね。でもこれちょっとやってみたいな。ソナー。ソナーなんで、まあ多分地形とかが出るんだと思う。で、何？水？ Vital signs stabilizing。これ食べてしまう。多分地形だと思うんですけど、ちょっとわかんないです、これは。アイテムとかだったら嬉しいんだけどね。で、これが、レインフォースメント。プリメンタブリーハードスシャーシービフォーコリジョンイルミネーティングダメージアンダーノーマルコンディション。なんで、これは、走行みたいな感じかな。硬くなるんだと思う、多分。なんで、私が今欲しいのはこれだよね。なんだよこれ。プラスチールインゴットとか聞いたことね。プラスチールインゴットってなんだよ。タイタニウムインゴットしか知らねえがな。これか。これマグネシウムだ。あ、これだ。タイタニウムインゴットとリチウム。リチウム。タイタニウムインゴットとリチウムだね。で作れるんだ。で、コンピューターチップだからシルバー不足だわ。深刻なシルバー不足っすわ、私も。これが気になるんだよな、モイスチャー。なんで、まあ、便利なのといえば、ペイロード気になるな。ロードディスとゥーダトーペドベイオンダフォワードセクションオブユアシモス。シモスの前の方につけるんだって。ボルテックストルペード。トーペードなのかトルペードなのかわからんけどね。で、ボルテックスだから多分吸い込むような系だと思う。で、これ逆かな。シモスガストルペード。ロードディストゥートルペードベイオンダフォワードセクションオブユア。わかんないね。ガスポットってなんだよっていう。タイタニウム。これいいな。いいけど、いいけど仕方ねえな。アドバンスドワイヤリングキット。アドバンスドワイヤリングキット。これ欲しいよね。これはちょっと欲しいかも。これと、ストレージもいいな。これとストレージとプレッシャー。まあ最初、ストレージをガン乗せしてって、シルバーインゴットが手に入ってチップ作れれば増やしていく系かな。アドバンスドワイヤリングキットって確かシルバー2つぐらい必要なんだよね。コンピューターが1つか。あ、コンピューターチップ、あ、いけるかもこれ。あ、やっぱシルバー2つ、いや1つだ。アドバンスド意外といけるな。じゃあそっち先にしましょうか。アドバンスド先に行っちゃって。これ何なの。これサイクロプスか。全部名前にシーモスって載ってた。シーモスって名前が載ってないのがあったらそっち優先してもいいかもね。なぜならシーモスって書いてなければ使い回しが効く可能性があるなって今思ったんですよ。オッケー、シルバー1個あった。で、なんだっけ、コンピューターチップ、コモンなんだか。じゃあテーブルコールサンプル。テーブルコールもないんだよね。作りまくろ、これで。テーブルコール持ってこよう。そしてどうしよう。一回資源を本当に借りに行きましょう。このままじゃね、破産するんで、資源を借りに行くための装備にしよう、あれを。そしたら、これももう今いらないよね。これもいらないよね。これも今いらない。と思う。いらない。バッテリーいるか。よし、これで。
おい、ビーコンとかもいらないかな。ビーコン持っとくか、何かあるかもしれないから、これもいらない、これもいらない。スキャナーも必要。レーザーカッターも必要。バッテリー1個。こいつがでけえんだよな。これでいこう。資源回収装備にします。つまりは Welcome aboard, Captain. つまりはこういうこと。ストレージモジュール3つ。よし、4ついっちゃう。4ついっちゃえ。オッケー。これ取り外して、うん、来た。こういう感じ。あ、嘘、 4×4 じゃないじゃん全然。え、それとも、おお、すげえじゃん。全然 4×4 じゃないじゃん。わーお、行こう。キャッホー、レッツ回収だぜ。どこが一番多かったっけ。俺が思うに、やっぱオーロラ号のそばがめちゃくちゃ散らばってた気がするんだよな。何でもかんでも取ってきたよね。この光ってるやつはちょっと後でいい。あ、コモンサンプル取ろう。コモンサンプルの回収が必要だよ。あれどこ行った？あった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 。見て、頭ぶつけた。あ、でも乗ろうとしてさ、これさ、乗ろうとしてぶつけちゃうコースあるよね。ぶつけちゃうっつか、あれ開けちゃうコース。焦って自業自得っちゃ自業自得だけど、間違ってストレージ開けちゃうっていうことありえるよね。すごく。お、何、シルバー来たー。モバイルビークルでいいじゃないの。ボンベもう一個持ってくればよかったな、こんなことなら。全然くればよかったね、本当に。いいじゃん、これ。こっち気になる。ちょっと待って、やばい。Welcome aboard, Captain. よいしょ。よいしょ。素晴らしい。わーお、はっはー、もうなんか多分いろいろあるよね。回収していこうか。謎の、なんもねえじゃん。あ、スキャンできる、スキャン、ベンディングマシーン販売機だ、自動販売機がある。よいしょー。何これ、ディグサンドじゃねえんだって。ディグサンドじゃねえ。穴掘ってどうするし。お、俺のあれだ、設置しないかな。
なもんかな。こんなもんっぽいね。よし。酸素が必要。酸素が。やっぱり一旦変えるかな。取れねえし。あれは取れそうじゃない？取れない？ラボトラッシュか。あ、待って、酸素がやばい。マジやばい。ラボトラッシュ缶だって。ゴミ箱だね、ラボ用の。あ、なるほど。汚染されてるやつだ。汚染されてるやつっていうか、なんかまあ、危なそうなやつを捨てるやつだね。ここはこんなもんかな。塩はいらんしな。いいじゃん、あるじゃん。帰ろう。よいしょ。なんだあれ。ああそうだ、コールサンプルも欲しいんだよ俺。あんじゃん。メトリフルとか言われたし、ショックだわ。こんなに余裕があるときに言われたし。ああ、それはフルなるわな。でかいの持ってたら仕方ないわ。よいしょ。これははかどるね。問題はシルバーだな。シルバー、こっちも入れたよね。こっちがまだかな。そろそろコモンサンプルが欲しい。どっかないかな。コモンサンプルだっけ、なんだっけ。テーブルなんちゃらだ。どっかないかな。テーブルなんちゃら。ちょっとスキャンしたい。あった、これこれこれ。ない。一番でいいかな。これ植えられたらいいのにね。いいか。あるね、ここね。スクラップもあるけどいいや。よし、下からがいいかな。持てないもん。持てる持てる。持てねえ。持てた？取れたっぽいね。
これがいいよね。これ取ってこっか。これはもうコンピューターのチップ作るために鬼のように必要っていうのがよーく分かったんで。あとシルバーだな。シルバーがどうにか手に入ればいいんだけどね。シルバー確定とかないかな。うわ、今回25分もプレイしちゃってる。仕方ない。こんなに持って帰れるとかもうね。ウハウハっすわ、ウハウハ。ウハウハですよ、ウハウハ。ウハウハなので、ムーンプールの場所変えなきゃね。ムーンプール隣に設置しないとダメだ、ありゃ。こんなに持ち帰れるのに。こんな場所にあったらダメだ。入れるのが大変。これ一旦降りるか。 Welcome aboard, Captain. とりあえずもうここでしょ。全然想定外だけど量がやばい。搬入用だからこれでいいや。オッケー。よいしょ。素晴らしい。見てこの量、半端じゃねえ。マジ半端じゃねえ。すげえ。どうしようかな。本当はこっちタイタニウムとかにする予定だったんだけどね。絶対もういっぱい埋まっちゃうやん、これで。やっぱりそうだよね。ちょっとこれは今度考えるか。クォーツ意外と持ってきたね。そしてこれなんだよ。こういうとこ、このコミックポイント。なんか分からんけど。ピックアップラボイクイプメントだって。これはここかな。水作るのだしね、仕方ないよね。でシルバーもここに入れちゃいましょう。シルバー意外とレアだから。よし、ゴールドとか塩とかいらないかな。これはこっちでいい。うわ、今回30分プレイしてるね。結構長くやってたね。今度部屋作るのもありかもね。それの違う。カッパー部屋みたいな、タイタン部屋みたいなというわけで今回結構長くなっちゃったんで、ここで終わりたいと思います。ちょっと待って、1個までごめんなさい。多分絶対俺次スタートした時忘れるから、もう1個まで回収しておきましょう。これね、でけえ。オッケー。よいしょ。というわけで今回これをやったら終わりにしたいと思います。で、次回は何やろうかな。
構回収してきたんで、一回。タンク持ってちょっとまた別の場所行ってみたいかもしれません。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。すごい収穫でした。ね。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。よろしかったら動画の下に説明欄にね、連続再生できるプレイリストあるんで使ってくれたら嬉しいです。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もしてってください。セシカでした。